振り返ってちょうだいな海組のせーのくだーい。さあ、海組のフォース DVD8 月24日振り返って発売されました。まだ見てない方いたりするのかな。もちろん見てると思うんだけれども、もしまだ振り返ってもゲットしていない、そんな方にぜひとも買ってもらいたい、ゲットしてもらいたい、見てもらいたいということでね、今回は私と一緒にそのフォース DVD 振り返ってを鑑賞しながら、ちょっとぜひともね振り返ってをゲットしてもらいたいなと思います。じゃあ前回、チャプター7の「ヴィーナス」を見たので、今回はそのチャプターごとにもねタイトルがありまして、今回はじゃあせっかくなんで初めて挑戦したチャプター4の「買え不動産」というタイトルのチャプターを見たいと思います。これはね喋ってるんでね、タイトルのね名前も出てきましたね。買え不動産です部屋の中なのにハイヒール履いてますそんなポーズするの？そこの場所でそのポーズする？すごいですね、やっぱこう今回のその DVD の中の結構フリーが多くて、この買え不動産のシーンも実は自分が不動産屋さんになったらどういう感じで皆さんに物件を紹介しますかって言われて、自分なりに説明してくださいって言われたんですよ。なんでこう全部言ってることも自分発信なので、本当によくわからないこと言ってるのによく OK してくれたなっていうすごいな、そういう紹介し方してこの買え不動産はやっていけてるのかなっていうところもはい、ということでもちろん愉快な買え不動産なんですけれども、その後にこうもろもろとこういろんななんかこの一つのシーンなんですけれども、始まってからこうまたちょっと展開というかね、一つのチャプターで買え不動産のチャプターで展開が3つぐらい行うという。ちょっとそれも魅力的なシーンなんじゃないかなと思います。これちょっと見ててねつい笑顔が出てしまいましたけれどもこれは本当すごいですね。やっぱちゃんとこうちなみに一発 OK だったんですよ。なんで自分でもちょっと不確かな感じにも動きがこうちょっとね定まってない感じがまたね、それもこの DVD で見れるかなっていう、だから本当に練習してない、自分なりに説明して自分なりに動いてて自分なりにこうやってるので、結構私に近いかもしれないですね、この買え不動産は。ここで一句。皆さんは買え不動産受け取れる？ありがとうございます。買え不動産のね物件を受け取っていただけるでしょうか。ぜひともこの振り返ってをゲットして見てもらいたいと思います。買えどうさんでした。